右が0っていうのだけは垂直ですね。A と B がこれ垂直だということは同値関係の成分でいうと、内積の定義は各成分ごとにかけた A と C をかけたのと B と D をかけたやつ。A というのは AB、B というのは CD なので、これが0。というのはなぜかというと、内積の定義、もう一つ次に大事なのは内積の定義で忘れちゃいけないんだけど、これは何かといったら、A とベクトル A とベクトル B のドット積、内積が0だということで、でところでこの内積は何かというのが、もう一つちゃんと覚えてなきゃいけない、成分の X 成分の積、Y 成分の積の和という以外に、こういうのがありますよね。A ドット B イコール内積、これ内積です。内積、親積の積じゃなしに内積で、これが A の大きさかける B の大きさかける A と B の間のなす角、 A とベクトル A とベクトル B の1ベクトルで書いてる時のこの間のなす角をシーターとした時のコサインシーターをかけたやつ。コサインシーターっていうのは単位円のシーターを、時計の反対回りにこうしたときに大きさ1の円の1マイナス1、1、マイナス1を通る原点0のこの円の X 成分がコサインシータ、Y 成分がサインシータです。だから Y 成分のサインは1とマイナス1の間になるし、コサインの1とマイナス1の間でこれ回転すると変わります。だからここの点 P、 円範囲、単位円上の点 P、XY とすると XY は縦に書くとですね、 X がコサインシータ、 Y がサインシータと覚えておきましょう。でこれがコサインシータ、そのナス角シータのコサインシータと大きさをかけたやつが、これとこれは内積で、これと似ててトットと一緒にセットで覚えてるのは三角形 ABC の面積ですね。 S イコール2分の1 A の大きさかける B の大きさかけるナス角サインのサインシータと A と B とがあったときに、ここが A で、大体ここが B で、ここは C、この三角で AB のナス角シータとしたときに、このナス角シータのサインシータかける2分の A かける B、 なぜか A 高す底辺を B としたら、高さは何かだったら、ここ垂直にすると、この下の斜辺がコサインだから X だから Y 縦だから、これは A で A, コサイン A サインシータここですね、高さ H が A とサインシータを高さ H だから底辺かける高さ割る2。いやちょっと10分超えちゃったんで途切れたかと思いますけど、内積の公式は何に使えるかというと、これから一つはコサインシータを求めなさいと。コサインシータを求めろと、内積分かってて大きさ分かってたら、割り算性を両辺大きさで割ってやると、B の大きさ、A の大きさかけたやつに内積を上持ってきて、これ割る、これってやればいいと。で、そういうのと、もう一つコサインシータで分かるのは、A 自体の内積っていうのは、A の絶対値の2乗、B 自体の内積っていうのは B の絶対値の2乗だということです。なぜならばこの定義で B に A 入れてあって、 A に B 入れてあって、 AA とか BB にしてあるとこれできて、ここのシータが、同じ方向向いてるんだからシータは0だから、でコサインシータは X 成分だったから0、パタッと0になると1ですね、単位円のあったから、だからこうなるという、こいつの定義で使えるのはコサインを求めるのと AABB の自分自身の内積の大きさが大きさの事情になるということですね。で、そうして4番目という形で単位ベクトルっていうものを考えて、よく覚えとかなきゃいけないのは、A 方向、ベクトル A 方向の単位ベクトルって何？ A 方向の単位ベクトル E って何か、イコール A のベクトルを、大きさ A なんだから絶対値 A なんだから、その大きさで割ったら長大きさ1になりますよね。
なぜなら、これはこうですよね。はい、なぜか。これが E です。A 方向の単位ベクトル。で、A に平行なってなると、E ダッシュっていうのは、平行になってると、これプラスマイナスの、あっち向きとこっち向き、A に向いた方と反対向き向いたの、どっちでも平行だから、それの単位ベクトルはこうです。なんでこれ単位ベクトルかって、単位ベクトルってのは大きさが1のベクトルを単位ベクトルと言います。絶対値が1。で、絶対値取ってみましょう。そうすると、絶対値の絶対値は絶対値ですから、こうやって絶対値で割っておくと、絶対値分の絶対値になって1になりますよね。はい。だからこれが A 方向の単位ベクトル。これを4番目としてちゃんと覚えて使えるという、スッと出てくる。で、成分で書くとどうなるかといったら、A 方向の E は、A 方向の E は成分で書くと A が AB だとすると、ベクトル、A 割るルート A の2乗プラス B の2乗。と、B の大きさで割るから A の2乗プラス B の同じ大きさで割って、こんな風なちょっと太ったものになります。で、方向がじゃなしに A に平行な、A 平行な単位ベクトル E って言ったら、ここプラスマイナスになります。両方ともプラスマイナス、プラスマイナスで、こういう風に揃ってるのをどういうかというと、複合同順っていうんで、ただし複合同順って書きます。複合、記号の号に同じ順番。符号同順ですと。